そして皆さんお待たせいたしました。いよいよ今日はですね、先週番組の中でもご紹介したぐんちゃんことチャン・フンソクさんの独占インタビューです。夕方テレビだけに魅力たっぷりの素顔を見せてくれましたよ。どうぞ。夕方テレビのご覧の皆さん、こんにちは、チャン・フンソクです。準備 OK。先週ゼップ札幌で 2days ライブを行ったチャン・フンソクさん、ステージ上でのありのまま飾らない姿のぐんちゃんに会場は大勢のファンの熱気に包まれました。北海道では自分のアルバムで入っている曲を歌ったことが全然なかったので、多分今回のライブが多分その部分では、チャン・フンソクだけの歌を歌うことが一番意味があるんだと思っています。今まで何回も、北海道は来たことあるんですけど、雪がなかった北海道は初めてなんですよね。でももうそろそろ寒いになるんですけど、北海道を感じているのですごく嬉しいだと思います。実は北海道が大好きなぐんちゃん、今回とってもハマったものがあるそうなんです。たらーん、トウモロコシ、たらーん、トウモロコシなんです。特に北海道のトウモロコシが一番好きになって、今パック数で多分3つぐらい買って、韓国に入ります。大好きだよ。その他ビール園のジンギスカンも楽しんだというぐんちゃんに、北海道での理想のデートコースを聞いちゃいました。いろんなところが綺麗じゃないんですか。例えば美瑛とか、旭川とか、ドラマの撮影ところなんですけど、札幌でこれを食べながら一緒に歩いたいんですね。夕方テレビ最高。本当にそう思ってるのかな。嬉しいけど。いや嬉しいですね。絶対見てくださいよ。はい、素敵なぐんちゃんなんですけれども、トウモロコシが好きってあれだけ言ってしまうと、ライブの差し入れが全部トウモロコシになっちゃうんじゃないかなっていう感じもしますけれども。トウキビね、言いにくそうだ、はい、トウキビって言って覚えてくれれば。そうなんですね、北海道料理ね。まあ、ちなみにですね、生でもトウモロコシとか、はい、家でちょっと女心をくすぐりますね。またライブの、はい、ちょっとね、ワイルドな感じと、いろんな面が見られたりしますね。夕方テレビではこれからもですね、ぐんちゃんを追いかけていきますので、お楽しみに。以上、夕方ランキングでした。